ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、屋那覇島という島を知っているか？聞いたことあるわ。屋那覇島は、沖縄県の離島なんだぜ。沖縄の離島っていうと、リゾート地ってイメージがあるわね。そうだな。実際、透き通る海や、豊かな自然が多く、観光客にも人気なんだぜ。いいわね。私もリフレッシュに、屋那覇島に行ってみたいわ。ただ、この屋那覇島には、ただのリゾート地という紹介だけでは終われない、黒い噂があるんだぜ。黒い噂？ああ、ここ屋那覇島は、詐欺師がうごめく島と言われるぐらい、詐欺が横行しているんだぜ。え、詐欺？こんな綺麗な島で？ああ、そして、日本にもかかわらず、外国の影もちらついているんだぜ。全然リフレッシュできそうにないわね。そんな怪しい島、あの麦わら帽子の海賊でも上陸しないんじゃないのかしら？あ、でも麦わら帽子の海賊は、食べ物さえ調達できれば上陸しそうね。何バカなこと言ってるんだ。今回は、屋那覇島の謎、詐欺師と外国の影について、わかりやすく解説していくぜ。よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。まず、屋那覇島は、沖縄県島尻郡伊是名村に属している、無人島なんだぜ。島の周囲は約 5.3km、標高が約 12m、面積が 0.74 平方キロメートルの、小さな島なんだぜ。車があれば、一日で回れてしまいそうな小ささね。一日どころか、ゆっくり歩いても、4時間あれば回れてしまうと言われているぜ。4時間？ああ、島の大きさは、ディマルニーランドと同じくらいの大きさと、言われているんだぜ。そうなのね。屋那覇島には、どうやって行くのかしら？それがとても不便で、沖縄本土からの直通便はないんだぜ。離島に行くには、本土からだと不便だったりするわよね。まず向かうには、屋那覇島の隣にある、伊是名島へ向かうんだぜ。伊是名島に行くには、那覇からだと、レンタカー、高速バス、乗り合いタクシーなどを使って、北へ2時間ほど走らせ、運天港という港へ向かう。そこから、フェリーで約1時間かけて、ようやく伊是名島へ到着だぜ。そして、伊是名島の漁港から、船をチャーターして、屋那覇島へ向かうんだぜ。想像以上に行くのにハードだったわ。行くまでに疲れちゃいそうね。マルピースで空島へ向かうぐらい、行くの難しいじゃない。100人で目指しても生き残るのは何人か、の世界より、よっぽど安心安全だと思うぜ。そんなことより、屋那覇島には、さすが無人島というぐらいの、手つかずの素晴らしい自然も、魅力の一つなんだぜ。離島といえば、自然よね。どんなものがあるのかしら？沖縄らしい、ガジュマルの森などがあったり、海は透き通ったコバルトブルーで、サンゴ礁や豊富な種類の魚、色とりどりの熱帯魚が群れ泳いでいるんだぜ。また、たくさんのカメやエイに出会えるスポットとしても、有名なんだぜ。南の島、って感じがして素敵ね。ああ、それに、無人島だから、夜になったら建物の明かりはなく真っ暗になり、夜には、満天の星がきらめく空が広がるんだぜ。素敵、ロマンチックね。ここでキャンプとか、最高ね。そうだな、夏の思い出になる、ぴったりの場所だと思うぜ。次はそんな屋那覇島の、楽しみ方や歴史について説明していくぜ。よろしくお願いします。今は無人島の屋那覇島だが、実はかつて、人がいた痕跡が残されているんだぜ。昔は人が住んでいたのね。ああ、井戸や貯水池などがあり、他の無人島に比べても、人間のいた雰囲気を感じることができるんだぜ。無人島に井戸がある、っていうのは、なんとも不思議な感覚ね。そうだな。そして戦前は、琉球石灰岩の産地としても知られ、主に家屋の石材として、沖縄本土に輸出していた経歴があることから、定住とまではいかなくても、井戸や貯水池などを利用して、一時的に生活していたのかもしれないんだぜ。戦前の人たちが、一時的とはいえ屋那覇島に行くのは、今よりも、もっと大変だったでしょうね。ああ、今だって、行くのに半日以上はかかるのに、当時は、とてつもなかっただろうな。そんな屋那覇島では、人気のアクティビティが2つあるんだぜ。知りたいわ。まず1つは、無人島サバイバルキャンプだぜ。1ヶ月1万円生活みたいなものかしら？あの番組好きで、よく見ていたわ。ああ、まさにあんな感じなんだぜ。寝床を作る、火を起こす、ドラム缶風呂を沸かす、食料を調達する、などを、自分たちで全てやるんだぜ。食料を調達するって、まさにあの某番組の浜丸がやってたやつじゃないの。私もやってみたいわ。浜丸は、サバイバル生活に慣れてただろうから、森も使えてたけど、二
普通の人は、森なんて使ったことないから、難しいんだぜ。霊夢はせいぜい、はじめ丸言言のままみたいに、木の実を調達するんだな。つまらないわ。まあ、そんなサバイバルキャンプは、日常のありがたみを実感できたり、一緒に参加した仲間と、共同作業や濃密なコミュニケーションを行うことで、仲間との絆が深まるだろうし、一度体験してみるのも、おすすめだぜ。普段の生活に、より感謝することができるようになりそうね。ああ、そして二つ目は、脱出ゲームだぜ。これも番組で見たことあるわ。ボートに乗って、本土まで帰ってこれるかどうか、ってやっていたわ。ああ、その通りだぜ。制限時間内にイカダを作り、仲間と一緒に、無人島からの脱出を目指すんだぜ。楽しそうね。この脱出に使用できる道具には、制限があるんだぜ。テント、ナイフ、ライターなどのアイテムの中から、一人三つまでと決まっているんだぜ。ただでさえ、無人島からの脱出なんて難しそうなのに、アイテムまで制限されるの？ワクワクしちゃうわね。霊夢は怖いもの知らずだな。これらのアクティビティは、地元の漁業協同組合の協力のもと、24時間365日、緊急時でも送迎等の対応が可能なので、安心してチャレンジできるんだぜ。夜中に何かあっても、安心ってわけね。そうだぜ。脱出先は、屋那覇島へ向かった時の島、伊是名島だぜ。確か、フェリーで約1時間って言っていたわね。ああ、その場所に約3日間ほどかけて、手作りのイカダで向かうんだぜ。行きはフェリーで1時間なのに、帰りはイカダで3日間って、文明の力って、すごいわね。そうだな。ちなみに、ゴールになっている伊是名島は、太古に隆起と沈降が繰り返し発生した影響で、伊是名島周辺の海水が一掃され、沖縄本島内では珍しく、猛毒のヘビであるハブがいない島だと言われているんだぜ。沖縄といえばハブ、なのに、すごいわね。ああ、神秘的なんだぜ。こんな、無人島ならではのアクティビティは、なかなか体験できないから、機会があれば、やってみるのもおすすめなんだぜ。とても興味あるわ。ここで、サバイバルだったり、脱出する力がつけば、人生逆転ゲームにも、挑戦できそうね。エスポワール号で人生かけたゲームして、負けたってサバイバルで生きていけるから。ってことか？霊夢、カイマルの世界に行きたいのか？キンキンに冷えてやがるビールを、飲んでみたいのよ。一発逆転して、人生も逆転したいわ。何かあったのか？何もないわ。人騒がせなやつだぜ。まあ、こんな感じで、ただ屋那覇島でのんびりキャンプをするのもいいが、せっかくなら無人島ならではの、アクティビティも体験してみるのも、いい思い出になるんだぜ。そうね。こんなにいいイメージの屋那覇島だが、実は黒い噂があるというのを、霊夢は知っているか？最初に言っていたわね。全然知らないし、黒い噂のイメージもつかないわ。そうだな。ここ屋那覇島は、詐欺師がうごめく島、と言われているんだぜ。怖い呼び名ね。でも、なんで無人島に詐欺話なのかしら？2004年、企業組合や那覇水産の理事長であった M 氏が、エビの養殖池を作るために、島の私有地の一部分、約700室を購入したんだぜ。この M 氏は隣の伊是名島で、マンゴー園を経営する地元の有力者だったんだぜ。約700室って、どのくらいなのかしら？これはだいたい、7万坪程度だぜ。室、というのは、登記上の土地の個数を表す単位なんだぜ。結構な規模の土地を、購入したのね。ああ、だがこの屋那覇水産は、企業実態が不明であったことから、2009年に県から解散命令が出され、計画は頓挫したんだぜ。エビの養殖事業は、白紙になったのね。その通りだぜ。でも事業は白紙になったけど、購入しちゃったんだから、何か別のことに使ったりしなかったのかしら？普通はそう思うよな。だが、那覇水産の役員をしていた政治活動家で、地元の有力者の奥重春氏曰く、理事長は、エビ養殖事業のための出資金の 1.2 億円を私的に散財して、計画は頓挫し、借金だけが残ったとのことなんだぜ。え、ひどすぎる。会社の金は俺の金？まさに丸やんね。そうだな。その後、那覇水産の役員であった大志が奥重春氏と共に、その土地を売却して借金を返済するために、後継会社、屋那覇を設立したんだぜ。残された社員が尻拭いしたってことね。そんな役回りね。その通りだぜ。屋那覇は、3億5000万円の債権を引き継ぐ形で、島の土地を引き取ったんだぜ。莫大な額ね。やっぱりエスポワール号に乗って人生逆転ゲームした方が、バカなこと言うんじゃないぜ。
この土地は、海外の大手リゾート開発企業の、ソネバから、20億円で買いたいという話も来たんだぜ。20億円？何倍なの？約5倍の額での申し込みなんだぜ。これで借金どころか、利益も出て、よかったじゃないの。だが、ソネバとの話はまとまらず、白紙になってしまったんだぜ。残念ね。そして2021年、借金を返済する必要から、任意売却により、東京の投資会社である G 社が、3億5000万円で土地を購入したんだぜ。結局、プラマイゼロの形で集結した、ってことね。そうなんだぜ。結局、この推しと奥氏が大変な思いをして、借金を一生懸命返した、って話？儲けも一切なく、辛い日々だったわね。そうだな。だが、この話はこれだけじゃないんだぜ。何かしら？実は、後継会社の那覇の大株主に、那覇水産の理事長だった M 氏がなっていたんだぜ。自分が散財したくせに、ちゃっかり大株主？それじゃあ実質、那覇だって M 氏の会社みたいなもんじゃない。その通りだぜ。そして、M 氏と那覇役員の大氏は、裏で繋がっていたとされているんだぜ。大氏って、必死になって奥氏と借金返済に、奔走していたんじゃなかったのかしら？表では奥氏と頑張っているように見えて、実は裏の顔は違った、っていうわけだぜ。裏で繋がっていた、ってどういうことなのかしら？奥氏の知らないところで、ソネバへの売却益を独占するつもりだったらしいんだぜ。ソネバって、20億円で買い取ろうとしていたところね。ああ、二人は、ソネバから5000万円を受け取っていたんだぜ。なんて悪どいの。ソネバが、2億5000万円を5回に分けて振り込み、その中で未買収値などを、できるだけ多く確保しようとしたんだぜ。それが履行されたら残額を支払う契約だったんだぜ。一気に20億じゃないから、ソネバも支払いやすいわね。まず、5000万円が入金され、M 氏はそのうち1200万円で未買収値18室を買い、さらに高級車購入と、伊是名にある旅館を買収するのに、1000万円を使ったんだぜ。私利私欲がすごいわ。だが、業務が進展しないのを不審に思ったソネバは、調査員を派遣したんだぜ。それで実態を知ったんだぜ。そんな出来事が公になって、詐欺師がうごめく島、って呼ばれるようになったのね。グレートマルテンダーみたいに、大掛かりな詐欺だったわ。あれは詐欺師を詐欺するやつだからかっこいいけど。今回のは、私利私欲にまみれたやつの劣気とした詐欺だからな。どうせなら、悪人を懲らしめる詐欺にしてほしいわ。どんな相手でも、やっぱり詐欺はダメなんだぜ。そうね。那覇島にはもう一つ、外国の影も、ちらついているのを知っているか？もう何もびっくりしないわ。ことの発端は、2023年に起業家の中国人女性が、沖縄県の無人島を買ったと、SNS にアップロードしてからなんだぜ。中国人女性？ああ、さっきの話のように、那覇島には私有地もあるから、所有者が許可を出して、お金さえ出せば島の土地を購入することができるんだぜ。じゃあ中国人女性は、誰かから島の一部を買った、ということ？その通りだぜ。中国人女性が買ったとするのは、内陸部で島の半分ほどなんだぜ。島の半分？多いじゃない。ああ、その中国人女性は、会社の名義で2021年に、土地を買ったと言っているんだぜ。その会社は東京都港区にある、偽証商事株式会社という会社だぜ。この会社は任意売却により、3億5000万円で土地を購入したとしているんだぜ。ん？どこかで聞いた額ね。まさか、鋭いな霊夢。この会社は、中国のビジネスコンサルティング会社が所有しているとされていて、借金返済のため、売ることになった那覇の土地を買ったのは、そう、この中国企業だったんだぜ。その会社の代表が、今回の中国人女性なのね。その通りだぜ。中国の会社が所有している、っていうことは、日本の領土なのに、中国人が持っているっていう、なんだか不思議な状態ってことね。そうだな。実際中国国内の SNS でも、領土が増えたという声が、多数上がっているんだぜ。そんな、お金さえ出せば、日本の領土がどんどん中国に奪われてしまう、ってこと？お前のものも俺のもの、領地の話なんて、丸いあんどころの話じゃなくなってるじゃない。まあまあ落ち着け、霊夢。心配になる気持ちはわかるが、官房長官はこの件について、領海規制を有する国境離島、有人国境離島などに該当するものではなく、法律の対象とならないと発言しているんだぜ。つまりどういうことかしら？つまり、島は日本の統治権の範囲にあるから、所有権が誰であっても関係ない？
ということなんだぜ。中国人が所有しているから、中国の領土、っていうわけでないのね。その通りだぜ。ただこの G 社が、直接的に中国当局とつながる会社に転売するようなことがあれば、危険性が出てくるかもしれないんだぜ。中国人女性が所有している、のではなく、中国が所有しているようになってしまう、ってことかしら。その通りだぜ。だから政府は、動向を注視するとし、ほったらかしにしているわけではないんだぜ。一応ちゃんと見張っているのね。そうだぜ。何かあって怒らせたら、日本だって怖いわよ。マルイアンの母ちゃんのように、ある意味最強だからな。そうよ、打倒マルイアンよ。中国だろ。今回の、屋那覇島についての話を聞いて、どう思った？沖縄にある、綺麗な南の無人島って思っていたけど、そんな島にも、大きな利権が絡んでいたり、国を超えた不安要素があったりと、小さな島なのに、大きな問題があって、驚いたわ。でも、アクティビティは楽しそうだったし、いつか体験しに行きたいわ。そうだな。ということで、屋那覇島の謎、詐欺師と外国の影、の解説は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。今後も様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんな島について解説してほしいというコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。